驚愕の事実なんですけど。おい、ディングマ魔女。おすばりディングマめっちゃ可愛いんだよな。待って。オノンドだっけこの子。39レベル。捕まえられそうだな、まだ。嘘なき。どうしようかな。捕まえるか。キバゴじゃない。キバゴじゃない。オノンドどこ行った?いた。あ、ディングマと一緒にいるな。どうしようかな、これ。いけるかな。オッケーオッケーオッケー。見えねえ。なんも見えねえ。倒しそうだけど。これで耐えたら、捕まえよう。え、オノンドかっこいいね。お、いいよいいよ。これちょっと押しかかりいけんじゃない?欲張りさ、欲張りすぎ?いや、いける気がする。なんか。オッケー、これ完璧じゃない?麻痺たしだよ。いや、なんかあんま意識してこなかったけど、かっこいいな、意外と。オッケー、いや、なんかさ、あとなんか、アルセンス、レジェンズアルセンスの時もさ、ガチグマさん可愛いなと思ったんだけどさ、なんか今回もディングマ可愛いんだよね、なんか。お、アゴのポケモン。太い牙を使って獲物をきれいにさばいて食べるものと保存するものにも飽きるのだ。え。そんな感じなんだね。何にしよっかな。ハムスターみたいなんか。今食べるやつと巣に持ち帰って食べる、置いとくみたいな。オノノハム。ハムスターっぽいしね、なんか見た目も。よし。何人じゃキバゴ。ああ、キバそんな感じになってんだね。口開いた時って。どうついてんのかめっちゃ気になるんだよな。なんかキバの、なんか歯の上らへんから、かっこいいな、ワイドブレーカー。こう、下に一回行って、出た瞬間に横に、カクってこう、なんか、カクって90度曲がって生えてんのか、なんか外側の皮膚から生えてんのか。気になるんだよな。キバゴの牙問題。お、いるな。おぉ、いるじゃん。ちょっと待って。大丈夫かな、これ。行くか。このメンツで頑張ってみよう。雪を使ったアート、作ろうと思って来ちゃった。ひまり。お、ネオラント。かわいいな、ネオラント。でけえな、アルクジラ。毎回思うけど。これ、あのね、そうねでいいんじゃないですか?このパーティーちょっと打たれ弱すぎない?大丈夫?この残ってるメンツが、残ってる子たちがちょっと打たれ弱くない?え、シンビの俺かっこいいね。タネマシンガン。いいよ。3回当ててほしいな。ピピピピピ。もう一回。いいね。いやー、いいね。あんなにそうね、ちょっと、懐いてきたんじゃない?わかんないけど。結構当ててくれるな。関係ないんだけど。雪目の子か。どうしよっかな。これは、アークロアで行くか。持ち物持ってないよね、多分ね。畑落とすじゃなくて筋切りでいいよね。よし。雪目の子。なんか雪目の子の帯の色?なんかもうちょっと濃い赤な感じなのかなって思ってたんだけど、意外と朱色に近い。いいね。素早さ上がった。え、なんか持ってたっけ先生はさ。ないな。畑落としていこう。冬打ち欲しいな。覚えるかな冬打ち。ちょっと後から見てみようかな。畑とする。よし。いいね。なんかだんだんパーティーが悪タイプに染まってきてる気がする。あーって気づいてしまった。だってニューラも入れたいし、闇カラスも入れたいじゃん。色違い。雪を使った後、雪山出たら溶けちゃうじゃん。あーやめやめ。確かに。強さ見る。え、あるんじゃないの冬打ち。あ、ないんだまだ。レベルアップかなもうちょっと。あれあ、いたいたいた。おお、危ねえ、当たる。やる気者？これはなんかさっきのさ、岩ゴツゴツしたところもめっちゃ気になるんだけど。あ、待って、あれはとりあえず、この道順ちょっと行ってみるか。ローキック。まあ、ニューラさんの色違いはね、出会えなかったね。キバが何してんのこれ。え、なんか食べてる？あ、間違った。なんかカメラ開こうとして、よく開いちゃうな、これ。ちょっと待って、なんかブースターいた。間違った。ガイドオフ。かわいい、めちゃくちゃ。撮っとく。これちょっと、正面から撮りたいね。めっちゃかわいい。近づくか、もうちょっと。目の前行っても気づかれないんじゃない？かわいい。めちゃくちゃかわいい。で、なんか君も、かわいいね。えい。ちょっとかわいそうだけど。え、かわいいな。ちょっとこの子捕まえたいな。つぶて。いいね。いやーなんか、ギリギリなラインだな。のしかかりで倒しちゃいそうな。これクリティカル出るかな？ちょっとまずいなこれ。まずいなこれ。わ、助かった。なんかポケモンスナップみたいじゃなかったさっき。やばい、全然捕まんない、どうしよう。のしかかり、のしかかりいけるかな。いやいけなそう、ギリギリ。モンスターボール。頼む。頼む。いや、やばいね。マジで捕まんないね。おー、なんかめっちゃ強い技使ってる。わ、切った。ありがてえ。オッケー。いや、あれも確定でしょ多分。触れた、最初に、キュッキュッってなった時に。よしよしよし。え、やばいな。ちょっと捕まえたいな、この子は。捕まえたいっていうか、手持ち入れたいな。かわいいな。なんかパクパクしてたから、パックの、一応オノノックスの脳を残しといて。え、ちょっと待って、ボックス開こう。いや、ちょっと可愛かったなぁ。どうしよっかなぁ。あ、そうね、ヨルガンもちょっと入れたい。で、この子が確か、あれだったもんね。炎の、あれを、テラスタル、できる子でしょ？じゃあこの3人をちょっとね、こっち側に。あ、もういっぱいいっぱいだ、こっちも。そこに置いとこう。あ、ちょっと変えようかな、メンツ。どうしようかな。あ、一回じゃポケモンセンターまでは行くか。ちょ、パーティーやばいけどね。半壊気味だけど。え、こいつでかくね？え、でかいよね、これ。捕まえとこう。やばいな、これポケモンセンターつかないで、これ。あ、やばい、めっちゃ相性悪い。どうしよう。あ、じゃあこれ。毎回間違うんだけど。ゾロワークだ、これ。いや、でも言うて相性悪い。辻斬り。ここやるかせ。え、かっこいい、そのポーズ。そんな感じで出すんだ、読書技。ちょっと感動。あ、なんかこう考えるとやっぱゾロワークって結構ちっちゃい。痛い。姿勢の問題？いいね、いいね、いいね。捕まえられそうだな。なんかみんな見てるな。うわ、後ろも取られてる。やべ。オッケー。これ首狙われそうだな。大丈夫かな。よしよしよし。鍵爪ポケモン。でかかったな、こいつ。うおい、だよね。やばい、これ、無限地獄入るんじゃない？よしよしよし。じゃあ、さすがにあれだな。色違いとかちょっと気になるけど、それどころじゃないわ、これ。一旦ちょっと、あれだね。ポケモンセンター向かおう。なになになに、雪ハミ。雪ハミ捕まえてるね。オッケー。待って、ポケモンセンター向かおうって言ってるけど、ポケモンセンターどこ？あ、やっぱあの穴のところなのか？結局。あ、待って、やる気者？やる気者あんなところ人だって。まあ結局だから、回っていった感じ、回っていく感じで、こっち行って、やっぱね、ちょっと色違いがいるかもなっていう期待があるからちょっと見ちゃうよね。神道滅却、神道滅却。浸透を滅却すれば、日もまた涼し。ユーロなんか手持ちみたいになってんじゃん。ヘイジ。ヘイヘイジ。チャーレム。チャーレム。チャーレムか。え、これ、ひらひなだからいいなと思ったけど、これ、違うんだよな。あのね、そうね、で、いや、大丈夫かな。なんかゴーストタイプ持ってるから大丈夫でしょ。あのね、そうね。都合つく結構いいよね。楽しいよね。たたりめん。お、いいね、いいね。ラッキーラッキー。お、いいよいいよ。鍵打ちないもんね。よし。あっ。いやー。バイ。これはちょっとテクニカルプレイを見せていくときが来たね。ファイルジュラ、あれだわ。回復させとけばよかった。待って、あ、でも素早さ上がってった、上がってんだもんね。なんか、まずいか。おお、ナメプ。ナメプしてくれた。あ、待って、ナメプじゃねえ。あ、よかった。回避率上がるってちょっとやばいね。ツボをつく使いこなしてんな。よし。危なかった、マジで。ブル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 。やべ、マナーモード入っちゃった。浸透を滅却しても雪は冷たいままだわい。このニューラかわいいな、ちょっと。手持ちみたいになってるもん。え、こっちってルートなの？あ、行き止まり？じゃあ行っとくか。どうたくんいるけど。あれ？いや。あ、なんか続いてる？あ、続いてんのか。じゃあ、後からでいいのかな？いや、まあ、なんかせっかくだから、取っとくか。なかね、あ、スリーパーいる。そしてなんかすごいところにいるんだけど、あの一個。待って、あそこ気になるけど届かないよね、多分ね。ふい。意外といけそう。意外といけた。おステロいいじゃん。で、Xレッグは結構、いるんだよな。待って、これ上行きそうなんだよな。でもあれだよね。あ、そうだよね。大穴だから、行ってもなって感じするから。どうたくんとスリーパー捕まえますか一応。どうたくんの光沢感すごいな。スリーパーだ。なんか久しぶりスリーパー。辻入り。あいいね。耐えるね。よしよしよし。いや、スリーパーってなんか、まあ、今のスリーパーわかんないけど、なんかエスパータイプの技しか基本あんまり野生のポケモン持ってるイメージないから。エスパー以外ね。ゾロ上げ出しておけば大丈夫でしょう感は。あるよね。お !40 レベルになった。ド忘れ。ド忘れ意外と強そうだな。まあ、いっか。スリーパー、催眠ポケモン。どんな時でも持っている振り子を決まったリズムで揺らしている。近寄るとなぜか眠くなる。なるほどね。チョリーパー。チョークスリーパー。略してチョリーパー。いい絵だったな、今。なになになに中根ちゃん。これ中根ちゃんはね、相性悪いでしょ、絶対。スリーパー結構いるんだな。どうたくんも捕まえてない。お捕まえてないね。よいしょ。いいね。いや、どうたくんいいよね。あ、間違ったー。よし。辻切り。さっきのやつより硬い。もしかして。いや、これ以上やったらやっちゃうよね、確実に。スパボ。オッケー。なんか最近スーパーボールがかっこよく思えてきたな。お世話になりまくりだもんな。同卓ポケモン。別世界への穴を開けて、そこから雨を降らしていた。驚愕の事実なんですけど。今までなんかそのさ、まあ現実のさ、同卓みたいに、豊穣を願うさ、なんか、アイテムみたいな感じだったけど。別世界への穴を開けてたの？そんな？思った以上に、やばくない？本当に？ドタくん。マジで？驚愕の事実なんだけど。そんな存在だったんだ。思った以上に、やばいんだな。どうだくんって。おなんか久しぶりじゃないあいつ。これ負けるよね。ちょっと待って。いや、結構きつい。中根ちゃんが門番。ちょっと門番が強すぎる。これってさ、あ、やっぱいけないんだ、レッツゴーで。じゃあ戦うか。なんか久しぶりだな、この箱に入ってるバージョン。たたり目。いいね。ビビリ。あ、ちょっとまずいかもしんないね、これ。種マシンガン。オッケーオッケーオッケー。よし。じゃあでも何回言ってんだよって感じだけど、迎えましょう。よし、行こう。お、レアコイルも捕まえてないんだよね。でもちょっと今のメンツ的にきついか。かけらつ、うわっ、ハカドックちょっと捕まえたいな。これ誰で行くアークロアなんか倒しちゃいそうだけど。え、怖いな、こいつ。怖っ。めっちゃ、なんか、破壊力半端ないな。見た目の。いいね。え、だいぶ怖いんだけど。いいね。え、すごいくない見た目。なんかデュエマとかの、あれじゃないクリーチャーじゃない割と。うわ、やばい、やっちゃった。いや、好きだけどさ。なんかポケモンのなんか、なんかポケモン、かなりリアル寄りじゃないなんか。好きだけど、ちょっと、インパクトすごい。ポイズンテール。あ、そのうちまたね、会えたらいいな、ハカドック。あ、本当に真下だったんだね。なんかめっちゃ遠回りしちゃったな。これ、墓地。クマシュンも捕まえてないんだけど、捕まえるか。せっかくだし。うん、かわいい。なんか倒しそうなんだよな。ほい。わ、いいじゃん。やべ、強いな。わあ、足しか見えない。ちょっとずらして、スーパーボール。いや、そろそろ売ってないかな、ハイパーボールとか。あと、意外と、やっぱ、夜にもなるから、ダークボールもうありだよね。一回街に戻って買った方がいいのかな、そういう系のボール。くしゃみ、氷結ポケモン。くしゃみを始めたら注意。冷気をまとった鼻水を浴びると凍傷になるぞ。あ、めっちゃ寒いんだね、あの鼻水って。めっちゃ冷たいのか。ボーチュン。かわいい。鼻水、やっぱね、ずっと垂らしてるって言ったらやっぱり、鼻水がずっと出てるって言ったらやっぱりね。よし。あれ？どっちだっけ？こっちから行くか。やっぱ坊ちゃんだからね、鼻水と言ったら。ぴょーん。怖すぎる。あー、なんか上あったかな。まあ、いっか。いや、ついたな。だいぶ遠回りしたな。よし。え？あ、ヤトウモリ？タツベ、おお、なんか違うポケモンたちが。いや、とりあえず話しかけよう。どうも、ポケモンディーグです。ポケモン勝負してますか？一人。あ、全然戦ってないな。でかくないこのダグトリオ。こんなもん、ダグトリオって。とりあえず、お姉さんに話しかけて。オッケー。いや、売ってないかな、そろそろ。ボール。ヒールボール。レッドボール。リピートボールありかもね。結構捕まえる機会あるし、レッドボールとかもありなんだよな、多分な。かけら、まあ大丈夫かな、とりあえず。傷ぐっすい、ちょっと買っとこうか。これは、まあ、LP 優先で。ちょっと減ってきたね。モンスターボールも40個ぐらい。リピートボールも多分ありだな。しょうがない。お小遣いで払おう。いや、意外と高いな、デビートボール。まあ、いっか。よし。ああ、とりあえず。これ、あれなの？なんか最初、ブラッキーいるんだ。あ、出たこの謎のやつ。前、鉱山のところにいた。結局見つけられなかったんだよね、こいつ。こっちから行って洞窟に入るルートでこっちに来るのか。なるほどね。ダグトリオ。あ、コンクリートだから来れないってこと？こっちにいたら？あ、消えちゃった。なんか寂しい。達兵衛。まあ、一旦落ち着こう。で、あ、なんかめっちゃ上に行くルートあるな。で、こっちに道があって、こっちにもある。え、もうわかんないんだけど、これ。ちょっと、看板見よう。この先ピケタウン？え、ピケタウン？ってことは、やっぱりこっちに繋がってる方か、これ。こっちは？ちょっと看板とりあえず見てみよう。あ、こっちナッペ山なんだ。はい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 。あ、これ闇の石の可能性あるんじゃないの？違うね。闇の石いつ手に入るかな。え、判定でかすぎじゃない？ダグドリオ。あ、これアクロワか。マジでわかんないな。え、オッケー。よし。めっちゃ落ちてる。こっちは何？チャンプルタウン？え、チャンプルってここだよね？あー、じゃあ繋がってるんだ、この下ルート。上ルートと下ルートがあったんだ。じゃあ、次は、まあ、一回ちょっとここの洞窟、先に行って、で、その後にチャンプルタウンに抜ける方の洞窟通ろうかな。うん、いいんじゃない？なんか、こっちも気になる。あ、まあ、見てもいいね。とりあえず。雪山に出るまではちょっと、いろいろ見てもいいかもしんない。ということで、今回はこんな感じで。まあ、なんだかんだ言って、ちゃんと着いたから。よし。次回はチャンプルタウンをね、まあ一応目指して、まあちょっと探索またするんだけど、一応ね、チャンプルタウンということでね、次の目的地は。チェック入れとこう。それでは、また、やっていきましょう。ということで、また会えたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。なんだけど、ちょっとメンツ、そろそろ変えようかな。まあ、次回だけど。そうね、ちょっとまだ、進化がね、ちょっと闇の石説がちょっと、今自分の中であるから、45レベルまでとりあえず育てて、あ、これ進化しなそうって思ったら一回変えようかな。でも48レベルとかの可能性もあんの？ 50 レベルまで育てようか。いやでもそれ上がりすぎじゃない？まあ、いっか。50レベルまで育てて考えようかな。いや、いろいろね、ちょっと入れたいポケモン多いから、半沢ひなとかもちょっと一回変えてもいいかもしんないね。またちょっと神聖なパーティーで冒険していこうかな。ということでまた会えたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。またね。